まめひこチャンネルをご覧の皆様、まめひこの石田です。こんばんは。はい、いかです。なんかさ、あ、なんかありますか？どうぞ。いや、なんかさ、今日暑いじゃない。暑いね。ここのが暑いじゃない。暑いんすよ。それでさ、暑いとさ、俺一日にシャワー入る回数がさ、すごい増えるわけ。シャワー好きだよね、浴びんの。そう、1日3回とか。静香ちゃんか静香ちゃんって。そうだ、静香ちゃんもうそんか1日3回ぐらい。3回とあれ、お風呂が好きなんでしょ。あ、そう、お風呂が好きなんだ。俺シャワーが好きなんだよ。お風呂に、お風呂じゃないね、入りたいわけじゃない、3回とか4回とか。え、もうそなんか汗でベトベトするもうやーって。あ、もう絶対だね。いやー、嫌なんだ。だからもうすぐに事務所にいても、暑いと思ったら、もうシャワー浴びちゃう。あなたさ、シャワー浴びちゃうような感覚でプール行くよね。プールも行くんだけど、すごい簡単に行く。最近ね、プールに行くのもめんどくさくあのシャワー入るじゃない、いや、なんだけどね、その時にいつも思うのはさ、シャワーってさ、なんか無駄だよね。すごい無駄ですよね。お風呂に比べて圧倒的に無駄なシステムじゃん。お前シャワー入る？俺シャワー派。あ、そう。もうシャワーは必ず、まあ、3回とか入らないけど、やっぱ出かける前には入らないとちょっと気持ち悪いね。あ、そう。それでさ、いや、無駄ってね、いろんな、まあ、あのザザザザザ来てさ、捨てちゃってるわけだから、それが無駄じゃないですか。まず無駄なんだけど、あの、俺1日3回も入ってるとねすげー無駄だなと思うのさ。無駄だよ。お湯になるまでの時間が無駄だなと思うわけ。あのさ、シャワーってこう ひねってっていうかね、出てくるじゃない、そうすると最初水じゃない。あ、はいはいはい。で、水で俺裸じゃない、でさ、水でさ、水の間はさ、しばらくこうぼーっとしてるじゃん。あ、わかるわかる。わかる。だから僕はあれですよ、あの、そのお湯のスイッチ入れるでしょ、で、パンツとシャツだけの格好になって、で、この状態で先の風呂に入ってチャッて出すんですよ。そしたら今水が出るんですよね。その間にチャチャチャッと脱いで、こうやって全然水分入れたらもうお湯になってるから。俺そういうシステム。あ、そういうシステム。そう、無駄がない。いや、でもどの道その水は無駄じゃないその最初の、あのインターバルが、インターバルの部分は何の役にも立たない、まあ、虚しく排水口に。そうでしょ。あれがさ、もっとすぐにチャッとお湯になればさ、あれ日本中の人がさ、いや、まあ世界中の人がさ、あの間裸になり、こうお湯になるまで待ってるっていう、そうだね、その間のさ、水なり時間なりがさ、非常に無駄だなって思うわけ。それはそう思う。それ俺1日3回もやってるから、3回ともあの時間はすごい無駄なわけ。ねえ、だから1年で1000回以上、その、まあ、毎日3回はやらないけどいや、それでさ、あの、自分でもさ、あの時間って無駄だなと思いながら裸になってるわけじゃん、はいはいはい、あれってすっごく間抜けだなと思うそれでね、そういうこと言わなきゃ気づかなかったので、俺もそんな気してくるじゃん。なんかすげえ間抜けなんだよ。でね、俺なんかさ、あの、そのことに気づいてからさ、いろんな方法ないかなと思ったけど、やっぱりもうどうにもならないんだよ。どうにもならないでしょ。我慢して浴びるのも嫌じゃん、水。それでさ、下手すりゃさ、すごい遅い時あんだよ。あ、お湯になるまでが、でちょっと無駄な時間が伸びる一方じゃん。うちの事務所なんか本当にお湯になるまで長いの。あ、ここ？まあ、この手作りで作ったシャワーだからね。それでさ、そのくせさ、お湯になってさ、急に突然さ、すっごい熱湯が出てきてさ、あるあるある、融通効かないよね。突然水になったりすることあるんだよ。そうそうそう、ムカつく。いや、それでさ、俺さ、それでさ、自分でやりながらね、最近さ、なんかそれってさ、ちょっと寺尾明っぽいなと思って、思ってるわけ。ちょっと待って、俺の知ってる寺尾明。いや、じゃあどういうことかって言ったらね、本当にくだらないからね、こんなこと言うのも何だかで、もうこれ以上言わないで、ここで終わってもいいんだけど。一応言っとこうよ、言っとこうよ。言ってもいい？うん、言っとこう。なんかさ、こうやってさ、俺裸になって、こう腕組みしたりしてるわけじゃん、こうやって。そうね。あれってもう、どうすることもできない。どうすることもできませんよ。それでこれ、ずっと水が出てるじゃない。それでさ、その感じがさ、なんかこう寺尾明っぽいと思ったわけよ。え、なんだろう、この雨に濡れてるみたいな。違うの違うの、あのルビーの指輪を歌った時の寺尾明ってさ、こう、つまりこうてってれれてってれってこう前奏がかかるじゃない。てってれれてってれってれてってれれてってれってこうやってさ、でさ、その間寺尾明なんてもない顔してるわけよ。前奏だからね。そう、でででででででんどいんって
テンテンテン曇りってやるじゃん、うん、はいはいはい、俺もさこうやってでお湯になった瞬間にこうやって浴びてるじゃない、エアの始めた瞬間にこうやってるじゃん、それがさ俺寺尾明みたいだなと思って自分ですげえバカだなと思ったの、わかる、言ってることは分かったけどなんでピンポイントで寺尾明、いやわかんねえよこうやってずっとこうやってさてんてられーてんてれんって、これずっと水よ、水の間この曲流れてんだ、てんてられーてんてれんてれんで、まだかてってられてでてんって少しずつぬるくなるじゃん、てててんくーりってやるじゃない、あれがさ自分でこうやってさもう浴びながらさハンラスの向こうはビャビャビャってやりながらさ浴びてる感じがさ、お前寺尾明かよって俺自分で楽しそうだねでね時々熱湯だったらストーッとせーのゴーみたいなこんな感じになっちゃってさ、あれがなんか俺自分でさそれに気づいてからさもう必ずルビーの指輪がかかっちゃってるイントロかかっちゃうね、だってさなんかさあのルビーの指輪のさ異様に長い前奏ね、はいはいはいね、すぐ始まんないじゃん、そうあのメロディアスなイントロがあるから、そでその間さ寺脇らもこうやってるわけじゃないじゃん、あそう、ね、全然こうじっとしてこうなんだってこう、うん、刻んでるわけじゃない、うん、はいはい、別にこの後歌うようなんて感じもしてないわけじゃないですか、ね、でそれ時々こうやってさまだ水だなてってれてってれてってまだ水てってれれてってれみたいなね、ずいぶん今日長えなもう一周てってれてってれ、長い時はもう一周したり、長い時はもう一周したりしてさで少しずつさもうお湯になってくるさてれれれれれれんれれはいなったくーおりみたいな、なんかさそれをさ風呂の中でさお風呂でさシャワー浴びるたびに毎回やってんだよ俺1日3回でもそう思ったら本当にそうなんだよ、いやあれって本当に無駄だなと思って無駄だけどもうそこまで来ると無駄じゃないよ、イントロなんだから、いやそうなんだよ、ね、イントロなんだから、でも今の曲ってさ、うん、イントロが短いじゃない、イントロっていうか前奏が、まあまあなんでイントロ結構多分さ世の中自体がさ、うん、忙しくなっちゃってさ、そういうことじゃないのかな、わかんないけど、うん、今何でもすぐ本題って感じじゃないの、あーどうなんですかね、昭和の歌謡曲ってさ前奏がすっごく長くてさ、うん、前奏そうでも前奏はさすごいやっぱあの印象深い曲が多かったよね、タララータタタタラータラララータタタタタラランタラランタラララン、タラランタラララン、タラララタラララタとかつってさ、え、なんだっけ、え、わかんないなんで俺一生懸命思い出そうとしてたのに、なんかさ、うん、その演歌なんかだったらさそこにさ、ちゃんとさワンフレーズ始まるワンフレーズはね、あってさその間に司会がさ言うじゃない、あ、そう、なんか口上を言うよね、口上を言うよね、そう、なんか、なんだ男北島なんたらかんたら歌いますみたいな、そう、タランタラララン、タンタラララン、タラララン、うん、だからその感じでシャワーも浮びれるわけ、うん、あ、寺尾明縛りじゃない、だから今の AKB とかだったらやっぱシャワーな感じしないんだよ、うん、あ、いきなり一斉に合わせ I want you、 そう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 だよねダンダン I want you ってなる感じだよ、ね、まだ水だよね、水だよね、だけどもううちのさここの事務所のシャワーなんて本当に出が悪いから、うん、そうね、うん、マジで本当にもうなんか細川たかしばりだもん八代亜紀とかイントロ長い、イントロ長い系のやつが、うん、なんか寺尾明とかもう昔の、ああそうね、だからもうシャワー入るたびに昔の歌一曲歌ってるそうね、フルコーラス歌い終わる頃にはでさ、それまで昔の人ってこうだから始まるまで結構こう静かだったよね、うん、ああそうだね、うん、だからさなんか今の曲ってやっぱりすぐ始まるね、その、うん、I want you みたいに、うん、こうワンツーワンツースリーダンダンって始まるっていうのはやっぱり時代が忙しくなってるのかなって、うん、忙しくなってるからまあでも確かにイントロでワンコーラスやっちゃうような曲が今あったら古いなっていう感じがするかもしれないね、やっぱ昭和の頃はそういうの多かった気がする、うん、いやだってパソコンだって今さすぐ立ち上がるようになってるじゃん、昔だったら結構なことじゃないですか、いやだから昔はあのパソコン使おうと思ってからジャーンってなってそれからいつまでもかかったでしょ、うん、
で、あれうちのシャワーと一緒ですよ。本題に入るまでが異様に長いけど、うん、あの時間って結構いろんなこと考える時間だから。あ、そういう考え方もあるな、うんうん、だからもうなんかこう寒い冬なんかさ、うん、シャワーがすっごい、シャワー室がすごい寒くて、こうやってヒュールリーとかこうやるまでね、演歌流れちゃうね、越冬ツバメな感じだって、ずっとこうやってこういう風にしながらさ、こうやってて絵に描いたような幸せなんてみたいな感じじゃない。あれだって寒いからじっとしてるわけじゃないんだよ。ヒュールリーみたいな、ヒュールリーだなーみたいな、どう？ジュディ・ヨングと。どうもこうもないよ。